皆さんこんにちは、タキャンゲームチャンネルです。今日は前回に引き続きキングダム7フラックス7フラですね、こちらの方に挑戦していきます。前回ですね、そういえばお伝えするの忘れたと思って、リセマラですね、あれ12回目で、目標だった、何ですか、武将ですかが出たんですよね。回数ね、何回目で出たっていうのを言わないとね、全く意味ないですよね。ちょっと失礼いたしました。今日はですね、そのままリセマラ、成功したんで、そのまま次の段階に進んでいこうと思います。全くですね、ど素人なんで、どういう風になっていくのかなと。これからね、始める方とか、こんな感じなんだっていうの分かればね、いいかなと思います。それでは進めていきます。舞台。今回自動で編成されています。なるほど。まあ、実績を上げていくとね。どんどんやっていくってことですね。実績、クエストみたいなもんですかね、これはね。一括受け取り、普通にやっていけばね、石がね、少しずつ溜まっていくんでしょうね。名前を入れると、名前そのまま OK にしちゃった。失敗です。これ後で変えれるのかな。名前普通に押しちゃった。ストーリーではキングダムの流れに沿って物語バトルが展開します。僕ね、キングダム全く見てないんですよね。これ分かる人がやったら、楽しめながらできるんでしょうか。もうとりあえず僕の場合全然全く動かないんで、少しやってきます。行動力ね、よくありますね。前回のね、動画見ていただいた方は、戦いのシーンはね、出てたんでお分かりかと思います。よし、来ましたね。結構なんかかっこいいですよね。よし、属性がありますと。どのゲームにもね、属性はありますよね。このね、上の右上のところに部が地に強くて、地が有に強くて、有が部に強いと。でもこの線で表してくれるのもいいですね。いいね。なるほど。こうだと、こうだといいんだね。じゃあこれでいきましょう。さあ、いけ、頑張れ。突撃、騎兵の特性でですね、このね、左側のやつが特性が出たと。ちょっと早くしようか。2倍速。出た。よし、必殺技、あれ、こうか。全員にダメージ。すごいね。
いやでも初めからね、利潜もらっていうかね、武将この強いのもらえてるから結構いいですよね。まあでも無課金でやるんだったらどこまでいけんでしょうね。ああ、とりあえず余裕の勝利でした。全部クリア。おお、なんか武将もらったんですね、これね。100%になるとその章のクリアとなります。なるほど。トン吉。ああ、なるほど。他のユーザー助っ人に呼ぶことができると。まあ初めのうちはすごい役に立ちますよね。みんな強い人ばっかりでしょうから。いや、ありがたいです。来たか、またバトル。この辺飛ばしますか。おお、5000、1500。余裕じゃないですか、これ。お、すごい。いけ。これは余裕で勝てんじゃないですか。突撃態勢。やば。この味方のこの人すごい強いですやっぱり。ああ、初めのうちは意外とサクサクいけそうですよね。ああ、そっか。目標割れしたら自分でまたスワイプしてターゲット合わせなきゃダメですね、これね。なるほど。ランクアップした。しようかな。お願いします。おう。ゲームの基本は以上となります。あとはゲームを進めるにつれて、随所に説明が入ることがあります。なるほど。まずは今のバトルで手に入れた副官を部隊編成で武将につけることをお勧めします。ほう。ほう。あ、部隊。データの更新があります。何事？突然、何事？おう。ゲームの基本は以上となります。あとはゲームを進めるにつれて、随所に説明が入ることがあります。なるほど。まずは今のバトルで手に入れた副官を、部隊編成で武将につけることをお勧めします。ほう。ほう。あ、部隊。ほう。申請応援ログインボーナス。星6確定。ほう。おお、すごい。こういろんな道具をもらいます。コミック58巻も出たんだ。へえ。6月の19日。あれ？もう今日29。ああ、これもらえたの。惜しい。非常に惜しい。失敗しました。早めに始めるべきでした。副官任命員。まあ、まだね、どういうのに使うとかね、ちょっとよくわかってないんで。鍵。この通貨をね、やっぱいっぱい持ってた方がいいんでしょうね。すごい労働が。お、部隊編成から始まった。
触ります。舞台編成で武将と副官、ああなるほど。で副官は武器が同じならつけれる。ああそういうことか。おん、武器違うよ。つけれない、つけれないじゃないですか。はあ、つけれませんね、残念。まあまあしょうがないです。うん、多分こうやってやってつけたりするんでしょうね、きっとね。まあ、とりあえずこの録音みを対象にしましょう。助っ人、ほう、助っ人はやっぱ録音みのままでしょうね。うん、いやそれよく名前変えたいですよね。まあまあいっか、まあ、本陣に戻ります。フレンドが解放されました。まあまあこれはイベントですね。初めのうちはいろんなものもらえるからね、無課金の人は大切にして取っといた方がいいですね。味方をターゲットにすると支援技能、まあこからはまあ徐々に進めていくような感じですね。まあ、一気にやっちゃうとね、長い動画になってしまうんで、とりあえずチュートリアル終わった段階ですね、今ね。次回は、まあこれをどんどん進めていきたいと思います。で、今始める方はね、やっぱりいろいろアイテムもらえるんで、いいんじゃないでしょうか。まあもうね、始めてる方の方がね、多いのかもしれないですけども。まああの、ちょっとね、僕は無課金で、どこまでいけるか、やっていきますんで、よろしくお願いいたします。今日もですね、ご視聴の方、ありがとうございました。チャンネル登録とかですね、いいね、悪いね、コメントの方もできるようになってますので、よろしければよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。